日本サッカー協会は11日、6日に行われた天皇杯2回戦の名古屋奈良クラブ戦、ファロみずほの PK 戦を1人目からやり直すという異例の発表を行った。当日開いた臨時の天皇杯実施委員会で、スタンド審判員による明らかな競技規則の適用ミスがあったことが確認されたという。当該試合は6日に愛知県名古屋市のパロマみずほスタジア、記事全文を読む。